朝鮮神宮とは朝鮮軽軌道慶城府南山にあった神社である。社格は官兵大社で朝鮮半島の総鎮守とされた。1919年7月18日、天マ大臣と明治天皇を祭神とする朝鮮神社を創立し、官兵大社に列する旨が行出された。1920年、南山の頂の御用地20万坪。 境内七千坪の地に、総工費百五十万円で電車の造営に着手、六カ年で純正した。石階段の表参道のほか、東西に二つの参道があり、伊藤中多設計の正殿、神子、宿舎社、水垣門、直舎殿、長寿社、社務所等があった。初代宮司は、高松志郎。1925年6月27日、朝鮮神社が、 朝鮮人宮に解消され、同年9月14日には鎮座祭の期日と、礼祭日が定められた。1925年10月15日、延地商店次長が直視として、お玉城を包帯し、鎮座の正義が執行され、17日、延地直使の参考のもとに、初回の礼祭が挙行された。以後、礼祭ごとに、直使の参考があり、また、本社の宮司は、 職人待遇であった。神社創建の同年10月、同神宮名を冠した記念の体育祭典、朝鮮神宮競技大会が竣工したばかりの形状、運動場で開催され、野球やテニス、陸上競技などが行われた。この総合スポーツ大会は、1941年10月の第17回までも要され、毎年秋の恒例行事となっていた。 大日本帝国の第二次世界大戦における敗戦に伴い、1945年8月16日に小五両昇進の儀を行い、11月17日に廃車となった。跡地には、ナムサン公園が作られた。公園の中には、安住根儀式年記念館、N ソウル・タワーなどがある。朝鮮人宮の鎮座直前に、今泉・サダスケ、アシズコ・百獣、 日だけこれら神社関係有力者や5938年に海外神社協会を組織する小笠原肖像等が朝鮮神宮には朝鮮国土の神を祀るべしと主張し1919年に政府が発表していた祭神を天照大臣、明治天皇とする方針の再考を求め政府、総督府と神社人の間で論争となった小笠原は 朝鮮神宮を中心としたる内戦友和の一考察、朝鮮神宮を拝して内戦両民族の将来に及ぶを表して、神道は古来よりその土地の神や偉人を祭り、その土地の様式を入れた神社を建てており、天照大臣は伊勢神宮とその系列のものであるから、朝鮮神宮には朝鮮の偉人を祭り、朝鮮の様式を主とした社殿を建築すべきであり、神職には 朝鮮名家の由緒正さしき人を人数べしと主張した。神社人の間では、ダン君放祭論が起こり、ダン君を朝鮮国魂神として放祭する主張へと発展したが、神社人の主張は受け入れられなかった。神社信奉者は、海外の信領土にアマテラス大臣を祀るのは、ヨーロッパ諸国がアジアの植民地にキリスト教を伴ったのに似ているが、 日本の思想にはないものであり、神道の思想の変質であると断じた。朝鮮人宮朝鮮人宮の建立以降、朝鮮総督府は公民化政策の一環として神社参拝を奨励し、各家庭での神棚設置と礼拝を奨励した。さらに日中戦争が始まった1937年以降になると神社参拝を奨励した。この頃には、 日米関係の悪化も関係しており、朝鮮のキリスト教徒に対する圧力も強まっていた。それまで植民地統治下にあって、キリスト教会内部だけは、比較的、表現と集会の自由が容認されていた。これは、筒見岩里事件を引き起こしたことに対して、欧米から強く非難されたためであった。カトリック教会への圧力が強まる中、 1939年には、長老派教会が警察官立ち会いの下で、神社参拝を受け継ぎした。これに反対した約2000人の牧師、京都が、謙虚、投獄された。この際、日本キリスト教団は、神社参拝に反対する朝鮮の教会に赴き、国家の祭祀を要求することは、改修を迫るものではないという趣旨で、反対派牧師たちを説得している。 神社参拝拒否運動は、200余りの教会が閉鎖されるという結末をたどった。ありがとうございます。